つながる未来へ明るい一歩、那覇法人会プレゼンツタックスリレー。那覇法人会プレゼンツタックスリレー。この番組では那覇法人会の活動や会員企業様の経営についてお話をお伺いしていきます。第6回目のゲスト、先週に引き続き大道火災海上保険株式会社相談役の上間勝さん。上間さんは那覇法人会の会長、そして沖縄県法人会連合会の会長も務めていらっしゃいます。上間会長、今週もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。まずは大道火災海上保険様の主な業務内容から今週教えてください。弊社は1950年に前身の琉球火災が米軍政権下の沖縄県において初の損害保険会社として創業、そして本土復帰を前に琉球火災と共和火災が合併し、1971年に大道火災としてスタートし、今日を迎えております。国内唯一のローカル損保であり、今年で創業74年目を迎えます。私たちの業務は自動車保険、火災保険を中心とした損害保険の普及拡大と、万が一事故にあった場合は適正迅速な支払いをすることであり、私たちの大きな使命であります。会社として取り組んでいる健康経営などについても教えていただけますか。はい、当社では健康に関する社内イベントを実施しています。健康の意識醸成につながる10のメニューから従業員一人一人が自身の健康状態等を踏まえて選択し、その一定期間の取り組み状況を各社単位で競っており、毎年継続的に実施しています。また当社は伝統的に酒飲みが多く、換気の対策として社内の懇親会を1時間まで、午後9時まで、週3日は休館日を設ける193運動を推進しています。従業員一人一人が健康で生き生きと働いてもらえる環境の整備に向けて今後も取り組んでいきたいと考えています。これはユニークで独自な取り組みですね。その他、会社として取り組んでいる税の啓発活動などがあれば教えてください。はい、昨年10月、申告書の電子提出やキャッシュレス納付、帳簿処理のデジデータ保存など、税務手続きのデジタル化を積極的に推進していることが評価され、沖縄国税事務所より税務デジタル化優良事業者として表彰を受けました。今回の表彰を機に沖縄県内でのデジタル化推進に少しでも寄与できるよう取り組んでいきたいと考えております。デジタル化の推進にも力を入れていらっしゃるんですね。最後に会社の PR もお願いします。はい、昨今は自然災害の多発化、激震化、感染症リスクとお客様を取り巻くリスクが増大する中、この島の損保として沖縄県の安心安全を下支えできるよう防災減災の活動にも力を入れて取り組んでおります。ご用命があればぜひご連絡ください。はい、この時間は大道火災海上保険株式会社相談役で那覇法人会会長の上間勝さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。つながる未来へ明るい一歩、那覇法人会プレゼンツタックスリレー。